エドウィン・エスコバーがカブスと契約したようだ。以前に報じられたように、彼はパイレーツとカブスのどちらでプレイするかを決めていた。エスキー決まったのか。エスキー MLB か、よかったよかった。エスコバー、カブス。喜ばしいけど、やっぱり寂しくなるなぁ。おめでとうなんだ、そしてありがとう。鈴木誠也がうち、エスコバーがリリークするカブスが見られるか。先発は今永でいいぞ。今永先生とエスコバーが、メジャーでチームメイトになったら面白いなぁ。また、メジャーリーガーを育ててしまったんだ。応援するチームが増える、目を増やさないと。パットンとの投げ合い実現するんかな。エスコバー亡くなったおじさんに似ててずっと親近感新天地でも男肌まって。カブス、聖夜やん。そりゃまあメジャーだよね。おお、よかった。向こうでも頑張ってほしい。また応援する球団が増えたな。エスコバー、正式な発表待ちだけど今彼はベネズエラ WL 参加中という中で、現地ジャーナリストが言ってるという点と、もともと興味を持っていた球団がカブスとパイレーツなのを踏まえるとカブス決定ぽい。エスコバー、メジャー契約 GET できたっぽいのすごいな。聖夜と同僚ということなので注目。エスコバー MLB なら素直に嬉しいな。どっかのオレンジ色が狙ってるって噂あったし。エスコバーなら、中継ぎとして普通に活躍できそう。ただやっぱり年齢がな。衰えが怖いけど、あの頑丈な体は評価されるんちゃうやろか。